はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。私ちょっと前にレーザー彫刻機導入したんですけども、ちょっとね物足りなくなってます。でもちろん性能通り木材とか革とかいろんなものにレーザー刻印できてるんですけど、やっぱり金属とかガラスに刻印したり、材料をカットしたり、あとコップみたいな丸いものにもちょっとやってみたいんですよね。というわけで今回は画期的な方法でレーザーのパワーをめちゃくちゃアップさせているやつっていうのを導入してみたいと思います。で今回使ってみる機器は下の概要欄に詳細載せておきますので、興味がある方いらっしゃいましたら見てみてください。いやー、レーザー加工機もかなり一般化してきましたね。で今回使ってみる機器がこれ、アトムスタック社製のレーザー彫刻&切断機の X20 Pro っていうやつですね。こいつすごいのがですね、半導体レーザーなのに 20W の強度があるレーザーを出すことができます。で通常半導体レーザーって 6-7W くらいしか出せなくて、それ以上出そうとすると CO2 レーザーとかになってくるんですけども、こいつなんとプリズムを使って4つの半導体レーザーを合成してるんですね。若干のロスはあるんですけども、 6W の半導体レーザーを4つ合成することでこいつ 20W 実現してます。で代表的な性能としては、厚さ 18mm の木材を一発でカットできる、それから 0.05 mm のステンレススチールであればカットできるっていう風に書いてますね。はい、何はともあれ中身出してみますかね。はい、中身出すとこんな感じですね。うん、結構いろんなもんが入ってます。まず入ってるのがフレーム、これ横方向のフレームですね。でこれステッピングモーターとかの部品はすでに装着された状態になってます。それからベースのフレーム、バラバラなので後で組み立てていきます。そしてこれはコントロールボックス、接続部やスイッチ類がついてるやつですね。でこれがレーザーが出てくるヘッド部分ですね。そしてこれはエアアシスト用のポンプですね。これを接続することで加工部にエアを供給して加工品質を高めることができるようになります。それからこれはケーブル類で、これが保守とか組み立てに使う付属品一式、あ、ネジとかの細かい部品も入ってますね。それからこれはレーザーから目を守る保護メガネで、これ超強力なレーザーなので万が一直視してしまうと目が目がっていう風になります。それからこれはテーブルとかをレーザーから守るステンレスの板、それから説明書で、付属していたのは英語バージョンだったんですけども、公式ページに行くとどうやら日本語版もあるみたいです。じゃあまずはメインフレームの組み立てやっていきたいと思います。まずは適当に並べて、で組み立てはすべて付属の工具とかネジとかでできるようになってるみたいですね。はい、ネジ回すのがめんどくさくなってきたので電動工具使っちゃいます。はい、これでベースの四角の部分が完成しましたね。
じゃあ次は X 軸が丸ごと動く部分を取り付けていくんですけども、しまった、これ構造的に四角を完全に組む前に入れとくやつでしたね。はい、やり直し。では部品外したので、これを軸に通して、はい、スルスルスルっと、お、入らん。これか、リミットスイッチが前の方にあるので、これ後ろから入れないとダメってことですね。はい、やり直し。はい、きちんと組むとこんな感じに出来上がって、はい、スムーズに動きますね。これで大掛かりな駆動部分は完成ですね。じゃあ次はヘッドを動かすための駆動ベルトをかけていきます。使うのはこの付属のベルトですね。で、これ最近流行りの仕様っぽいんですけど、樹脂製の車輪がフレームの上を転がるようになっていて、で、この車輪がベルトのガイドも兼ねてるんですね。では引っ掛けてみましょう。はい、引っ掛け終わるとこんな感じですね。ではベルトの方も本体に固定します。はい、ネジでギュッと押さえつけて固定する方法ですね。それでは他の箇所も取り付けていきたいと思います。はい、これで全てのベルトがかかりましたね。で、軽く手で動かしてみても、はい、ちゃんとスムーズに動いてますね。はい、次はケーブル類の接続ですね。で、基板類はもう本体に取り付けられているので、刺さるところに刺していけば OK です。あ、そうだ、レーザーのヘッドを取り付けてなかったですね。こいつの取り付け方法は超簡単。手前についているネジ1本で押さえつけて固定するような構造になっているので、上から差し込んで配線を接続してネジを締めれば OK です。で、たるんだ配線は結束バンドで固定していきます。で、次はここにタッチパネル式の液晶コントローラーをつけろと取説には書いてあるんですけど、あれ、付属品の中にはないぞ。おー、やっと見つけました。ここのスペースがですね、二重底になっていて、この下に収納されてたんですね。いやいや、危なく気づかずに捨てるとこでしたね。あれ、しかもこれよく見ると下もまだなんかありそうだな。お、三重底になっていて、ここに電源が入ってましたね。いやー、これ注意深く見ないとわかんないですね。うん、さすがに四重底にはなってない。で、本体に取り付けます。はい、次はエアアシストですけども、これはゴムのチューブを本体と接続すれば完了ですね。はい、というわけでこれでハード的な部分は全て完成ですかね。ここがコントロールボックスになっていて、で、真ん中にヘッドがあって、X 軸を駆動するための針、
それからエアアシストの装置。うん、やっぱ全体的にアルミでできているので剛性高そうですし、ヘアライン残したままのアルマイト仕上げなので、なんか見てくれもかっこいいですね。では早速試運転してみたいと思います。はい、まずは電源をオンにして、はい、このタッチパネルの液晶コントローラーでいろいろ動かせるようになってます。ではこの十字キーみたいなやつを押してみると、あ、ちゃんと動いてますね。うん、というわけでハード的な組み立ても問題なさそうです。はい、では次は実際に彫刻やってみたいと思います。まずは付属していたこの板、これの表面に模様を刻印していきたいと思います。ではレーザーヘッドの下にセットして、で付属の L 字の金属部品がありますので、これをヘッドと木材の間に挟んでレーザーの焦点位置を調整します。こんな風に上から乗っけてネジを締めれば、はい、これで焦点合ってますね。では印刷をスタートしますと、はい、動き出しましたね。では早送りで見ていきましょう。はいはい、軽快な音がして今終了しましたね。ではどんな感じになってるのかと言いますと、はいはい、これ付属データを印刷したんですけども、うん、結構細かい文字まできっちり印刷されてますね。はい、じゃあ次はですね、同じパターンをエアアシストありでやるとどんな風になるのか比べてみたいと思います。でこっちは独立した電源になってるので、この調整ノブで風量を調整します。こんぐらいかな。では印刷してみましょう。はい、印刷が完了しました。でどうなってるのかと言いますと、はい、さっきより色が黒くなった気がしますけど、はい、並べて比較するとこんな感じ。あ、やっぱり一目瞭然でエアアシストあり、左の方がコントラストがはっきり印刷されてますね。でなしの方は線の周りがぼやっとちょっと焦げてるような感じに見えますね。うん、やっぱり全然効果ありますね。はい、次はですね、木材をレーザーでカットしてみたいと思います。ここら辺からハイパワーモデルの真骨頂ですね。でレーザー貫通させるので、バーベキューの網を使ってちょっと空中に浮かせた状態で加工します。おー、木の焼けるいい匂いがしてきましたね。そして下側にレーザー反射してるので思いっきり貫通できてますね。おっと、部屋の中にだいぶ煙が充満してきたので、ダクトを使って強制的に煙を外に排出したいと思います。はい、加工完了しましたね。では完成したやつがどうなってるのかと言いますと、はい、まだ加工終わったばっかり、中身はまってるんですけども、こうやって手で押すと、はい、あ、ちゃんと切れてますね。おお、結構細かいギザギザとかもついてるんですけども、綺麗にカットできてますね。それから小さめの穴も開いてるんですけども、ここも器用にちゃんと打ち抜いてますね。さすがハイパワーモデル、木材のカットも楽勝ですね。あ、エアアシストオンにするの忘れてたので、多分オンにするともっと綺麗に切れます。
はい、じゃあ次はプラスチックカットしてみたいと思います。使うのはこれ、付属の黒いプラスチック板で、厚みがだいたい 2.5 ミリくらいですね。ではスタートしますと、はい、あ、ちゃんと貫通してるっぽいですね。お、これさっきの木材はいい匂いだったんですけども、プラスチックがめちゃくちゃ臭いですね。というわけで樹脂カットするときは換気必須です。はい、加工が完了しました。ではどうなってるのかと言いますと、はい、結構細かい加工になるようなデザインを入れたんですけども、あ、向こう側が見えてちゃんと貫通してますね。で、このカットしたところを突っつくと、はい、あ、こんな感じで綺麗に抜けてますね。はい、全部抜くとこんな感じですけど、下の方の細い線も意外にちゃんと残ってますね。うん、すご。ちなみに裏側ですけども、はい、こっちはちょっと焦点距離がずれてくる関係上か、若干切り口が溶けてもわっと広がっているような感じになってますね。うん、こんだけ細かくカットできるといろいろできそうですね。おや、なんか貫通したレーザーで下の金属プレートは焦げてますね。さすがハイパワー。焦点距離合ってなくてもこんな綺麗に出るんだな。嫌な予感がしますが、金属プレートの下は、おお、やっぱりここまで貫通して机焦げちゃってる。うん、さすがハイパワー。使うときはいろいろ注意が必要かと思います。はい、次は PCB 電気基板をやってみたいと思います。で、電気基板のパターン作るときって、エッチングとか CNC とか使ってやってたんですけど、どちらの方法もそこそこ手間がかかったり、廃棄物がいっぱい出たりで大変なんですよね。というわけで、このレーザーで綺麗にパターンが掘れれば非常に楽ちんなんですけど、ちょっと試してみますかね。はい、完成しましたけど、どうなってるのかと言いますと、はいはい、あ、ちゃんと削れてるようには見えますけども、あ、なんか所々中途半端だな。ただ取説を見るとめっちゃ綺麗に削れてるような感じになってるので、きちんと条件を出してあげればいい感じにパターン削れそうな気がします。はい、次は鉄板行ってみたいと思います。使うのはこれ、100均で買ってきたミニ鉄板ですね。しかし最近の100均ってこんなのまで売ってるんだな。はい、刻印が終了したんですけど、鉄なので熱くなってる可能性があるので、ちょっと温度見てみますかね。左上の数字が画面中央付近の温度なんですけども、 18.4 度っていうことで、室温とほとんど変わらないぐらいなので、レーザー当てたからってで全体が熱くなるってことはなさそうですね。ではどんな風に仕上がったかと言いますと、はい、お、しっかり文字が見えてますね。で、表面触った感じザラザラしているので、薄く削られたって感じですかね。うん、こういう熱する鉄板は絵描いたりステッカー貼ったりが絶対できないので、なんかおしゃれにしようとするとこういうレーザーがかなり有効になってきますね。で、こいつ実はスマホで操作を完結することもできます。例えばこんな風に紙にマジックで好きな絵を描いて、これをアプリのカメラで撮影します。
そうすると自動的に白黒になってここに出てきますので、ここでコントラストとかいろいろ調整して、でサイズとレーザーのパワーとスピードですね、ここも設定してスタートボタンを押せば、もうこれだけでですね印刷開始できてます。はい、完成しましたかね。はい、最初の手書きの紙と比べてみても、うん、そっくりそのまんま印刷できてる感じですね。これ自分で絵描いたりする人にとっては非常に便利な機能かと思います。でこいつ手書きだけじゃなくて写真からも印刷することをできます。こんな風に過去撮った写真の中から良さげなやつを選んで選択すると、はい、自動的に白黒に変換されて出てきます。であとはどんな感じに印刷するのかをいろいろ微調整して、さっきと同じように印刷開始ボタンを押しますと、はい、もう動き始めてますね。はい、出来上がりましたかね。でどうなってるのかと言いますと、はい、ちゃんと写真を忠実に再現はできてるんですけども、ちょっと全体的に薄い仕上がりになってるので、もうちょっとコントラスト上げてもよかったかなって感じですかね。いや、しかし簡単に印刷できるもんですね。はい、次は円筒形のものをやってみたいと思います。で使うのはこれ、真空二重ステンレス缶ホルダー。コップとしても使えますし、缶をそのままパコッとはめ込んで保温することもできるっていうやつですね。キャンプ道具って意外に円筒形のもの多いんで、これやりたかったんですよね。で使うのはこれ、アトムスタック R3 プロロータリーローラーっていうやつですね。本体はこんな感じでローラーがついていて、この上を円筒形のものが転がることで刻印ができるっていうような仕組みになってますね。で円筒形のものを置くと高さが高くなるので、本体をかさ上げするための足がついてます。ではこの足を本体に接続していきます。はい、これで本体がちょっと高くなりましたね。ちなみにこいつ、ここのネジを外すことでローラーの幅を変えることができるので、細いものから太いものまでいろいろ対応できるようになってますね。でセッティング方法は簡単、付属のケーブルを背面のコネクターに差し込んで、本体の Y 軸のステッピングモーターのコネクタを引っこ抜いて、代わりにローラーのコネクタを接続するだけですね。はい、これでセッティングは完了。はい、試しに動かしてみると、はい、こんな感じでコップが回転しているのが分かりますかね。はい、では早速やってみるんですけども、ぶっつけ本番で失敗するとかなりショックがでかいので、テープを貼ってマジックで塗ったところに出力を絞って試しに印刷してみたいと思います。はい、これで終わったんですけども、どうなってるかと言いますと、はい、お、ちゃんと印刷できてるっぽいですね。ただ若干小さかったような気もするので、もうちょっとでかくしてから本番は印刷しますかね。ちなみにレーザーの出力絞ってるので、はい、コップの方はちゃんと無傷になってますね。では一発勝負、本番行ってみたいと思います。
はい、完成しましたけど、どうなってるのかと言いますと、はい、お、きっちり刻印できてますね。ちょっと光が反射して見にくいですけども、うん、円筒のカーブに沿って綺麗に刻印されてます。若干頭文字の G のところがずれてるような気もしますけども、まあこれくらいなら大丈夫ですかね。うん、簡単にオリジナルデザインのステンレスコップ作ることできましたね。やっぱ金属に刻印だとシールとかと違ってボロボロになることがないのでいいですね。はい、次はガラスのコップやってみたいと思います。で、こいつ出力高いのでガラスもいけるはずと。ただこのコップ底面と上面でちょっと直径が違うので、このままセットすると斜めに転がって変な感じになりそうですね。というわけで細い方にゴムベルトを巻いて直径を調整します。はい、これでおおよそ同じくらいの直径になりましたかね。では印刷スタートします。はい、終了しましたね。うん、もうすでに嫌な予感はしてますけども、はい、何にも彫刻されてないです。で、これ取説のパラメータの設定表を見ると、ガラスの場合は表面を黒く塗れっていう風に書いてるので、それが失敗の原因ですね。じゃあとりあえず近くにあったマッキーで真っ黒に塗ってみますかね。はい、そもそもマッキーでいいのかよくわかんないですけども、大体彫刻したい範囲を黒く塗れましたかね。ではスタートします。はい、でどうなってるのかと言いますと、はい、ちゃんと文字は見えるんですけど、これマジックが落ちただけっていう可能性もあるので、ちょっとマジックをきれいにしてみますかね。では魔法の液体を吹きかけて、ティッシュでさっと拭きますと、はい、きれいに落ちましたね。はい、なんかうまくできてそうですけど、ちょっと見にくいので中にちょっと黒い布を入れてみますかね。はいはい、こんな感じできっちりガラスに刻印できてますね。若干ムラができてるような気もしますけども、これはマジックの塗り具合な気がしますね。マジックをきれいに塗ったり条件出しをやればもっときれいな感じになりそうな気がしますね。で、ガラス彫刻のいいところは、暗いところでこんな風に光に当てると、はい、彫刻した文字の部分だけキラキラ光るんですね。もちろんコップをライトアップしてもいいんですけど、オリジナルのプレート作ったり、ランタンのホヤを加工したりしても面白いかもしれないですね。はい、というわけでいろいろ見てきたんですけども、やっぱりいろんなものに直接刻印できるっていうのは非常にかっこいいですね。やっぱりシールや油性ペンだと剥げたり消えちゃったりするんですよね。それから木材やプラスチック、で今回やらなかったですけど金属もカットできるっていうのは工作の幅が広がって素晴らしいですね。それから個人的には円筒形の物体に刻印できるっていうのが非常にポイント高いです。で、今回紹介しきれなかったんですけど、リストを見るともっといろんな種類の材料をカットしたり刻印できたりするみたいなので、これからいろいろ使いこなして楽しんでみたいと思います。はい、これからもですね、この続きとか他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。
あと、いいねボタン。これだけがね、動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あと、インスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それでは、ごっつチャンネル GT ワークでした。